の島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。いっけ、うんて、立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。うん、ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわあ、危ねえ。
なんだ、この島どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミたちいたか。いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついて行ってやる。今のは一体何？しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したら、そいつを探しに島を探検だ。いや、待てルフィ、おい。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。
この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか。よし、よし、行こう。ナミたち、この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパ。ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。道がねえ。ルフィ、反対側だ。よし、行くぞ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。さあ喧嘩だ。騎士の腕を見せてやる。俺とやり合おうた。マナーの悪い野郎。マナーがなってねえの。終わったな。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。まだやるなら相手になるぞ。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。
これで元気になるぞ。ピヨピヨピヨ。しっしっし、まとめてぶん殴ればいいんだろ。ゴムゴムのガトリング。待ってろ。おら。ピピヨ。効かねえな。死なせない。俺が必ず助ける。大丈夫、これでみんな治せる。俺が今までどれあれぐらい余裕だぜ。なんだよ、生きてたのか。よし、じゃあ残りを片付けるぞ。危ねえ。あの鳥の、いや怖いわ。こっちで合ってんのか。波の匂いがしてる、間違いない。待て待て、ルフィ。あ、そうか。波さんはこっちだ。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。行くぞ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。はい。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。
俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。私の出番かしら。ちょっと痛いけど。邪魔だ。はあ、キャプテンウソップの一撃、これでどうだ。いいわ、任せて。これでどう？よし、かかってこい。このあいつらは俺が片付ける。待ってろ。いい調子だ。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。俺が万能薬になるんだ。スーパーパワーアップ。ナミさん、も一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。おいお前、おろしちまうぞ。
これは気を抜けなそうな相手ね。ちょっと痛いわね。手強いわね。みんな気をつけて。トレインタフルール。フリップ。いけるか。まずいわね、こいつ。ジャンブプルミエールアッシュ。オチエンタフルールクロトワマード。10万よ。幸せパンチ。嘘。いけるか。ゴムゴムのジェットウィン。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。ありがとう。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。
やったー、今週の俺はスーパー強えぞ。ナミさん、無事でよかった、迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソケンシ。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これはどうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。あ、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光は何だ。よし、面白そうだ、行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろ、フードバースター。いっけ、うん、立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。
そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ？島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞお前ら。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。抜けなそうな相手に、オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーランスクーポン。効かねえな。パーティーテーブル、キックコース。
ねえな。いけるか。オチエンタフルールクロトラマード、ショック、やっべ、次はないわよ。パーティーテーブルキックコース、悪くないわね。怪物と呼ばれようと。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるな。さて、立ちな。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんか出てきたぞ。な、何が起こってんだよ。次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわね。使い方を思い出せない。邪魔だ。今行く。おら、任せて。これで倒れて。そこまで行くわよ。
下がれ。そいつらお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる？こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。